伊藤環境大臣は今日、鹿児島県長島町の獅子島と天草市の御所浦島に船で渡りました。獅子島では水俣病被害者獅子島の会の滝下秀樹会長が離島火山の拡充を要望しました。離島火山は2009年の水俣病特措法の対象となった被害者のうち、離島で暮らしている人が月に1回以上島の外の医療機関などに通院した場合、月額1000円支給されるものです。滝下会長は物価高の中、月に数回船とタクシーで島の外に通院するにはとても足りないと訴えました。今船で来られて離島の状況とかを見ながら来て、大臣の方も感じることがあられたんじゃないかなと思いますね。ただ今回の私たち の、 要望に対しても、真摯に回答をなされていたのじゃないかなと思います。離島火山については天草市御所浦島の懇談でも主要なテーマとなり、被害者側は月額1万円に増額するよう求めました。伊藤大臣は離島火山の拡充を検討したいとして、実務者レベルで引き続き協議することになりました。水俣病の患者、また被害者の皆様がこれほど苦しまれて、経済的にも困窮なさっているこの状況の中で、なんとかそれを打開する方法を迎えすべく、私自身も頑張っておりますし、また前田部長にも強く支持しているところでございます。3日間にわたった再懇談は今日で終わりましたが、被害者側が強く求めている認定基準の見直しについて、環境省は否定的な見解を示したほか、手当などの拡充も今後の検討課題とするなど、議論は終始かみ合いませんでした。一方で、水俣病問題の多くの課題を議論する場ができたことについて、被害者側からも評価する声が上がりました。懇談を終えた伊藤大臣は、皆様の求められているもの、非常に多岐にわたること、また地域によって差があること、また年代や状況によって違うことも、よく理解することができました。そして力を合わせてですね、この水俣病問題の解決の方向に前進したいというふうに考えております。